マレーシア・クアラルンプール国際空港のエアロトレインで運行中のイノビア・アップム100。イノビア・アップム100は以前は CX-100 として知られており、街の空港連絡及びライトレールを主な目的として、アドトランツによって最初に開発されたオートメイテッド・ピープル・ムーバー車両である。完全に自動化及び無人化されており、自動列車制御装置によって運行されている。 イノビアアップム100は、アドトランツの以前のピープルムーバー車両であった、アドトランツ C-100 が進化したものである。ボンバルディアが意図するイノビアアップム100の後継車両は、ダラスフォートワース国際空港のスカイリンクアップムとしてデビューするために製造された、イノビアアップム200である。しかしながら、イノビアアアップム100が、 ボンバルディアによって提供され続けており、今後も数年間多くの空港で運行中のままである。多くの空港で使用されていることに加えて、イノビア,アップム100は、アメリカ合衆国フロリダ州ダウンタウンマイアミの至るところを走行する、マイアミメトロムーバー車両として使用されている。大規模な空港におけるターミナル内連絡のための、 一般的な鉄道車両であり、いくつかの空港で運行中である、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミのメトロムーバーにて、ボンバルディアイノビアアプム100が使用されている。システムの古いアドトランツ C-100 を置き換えるために列車は2008年に導入された。メトロムーバーは、空港以外で運行するためにイノビアアプム100を使用する世界で数少ない鉄道システムの一つである。 LRT 武器パンジャン上のイノビアアップム100社の内装。曇らない時の LRT 武器パンジャンの窓。曇る時の LRT 武器パンジャンの窓。イノビアアップム100は1999年に LRT 武器パンジャン線上で運行を開始した。これらの車両はウェスティングハウス及びアドトランツによって共同製造され、かつて1990年代初頭に シンガポールチャンギ国際空港のスカイトレインシステムで使用されていた C-100 と類似している。新しい MRT 列車車両で利用可能な新機能の大部分はここでも見ることができる。金属トラック上での金属車輪の代わりにコンクリートトラック上での非常に静かなゴムタイヤ車輪が使用されている。また、居住者のプライバシーを確保するために HDB アパート1区画の6メートル内で窓が曇る。19両の各社が購入された。LRT 武器パンチャン線は初年度に多数の技術的な問題で苦しんでおり、シンガポールのその後の LRT 線では代わりにクリスタルムーバーを使用している。LRT 武器パンチャン線のピーク時の混雑を50%緩和するために列車車両がもう13両増備された。 ありがとうございます。